スカルボーンズに入会したい人、集合はい、今日の動画はですね、スカルボーンズに、ワイは何としても入りたいんや、というあなた。そして、入会儀式ああ、あれとあれとあれやろうん、知ってるからお前のこと殴るわ。って思ったあなたですね、ぜひ最後までこの動画見ていってください。それでは、スカルボーンズに入会していくスカルボーンズ。IB リーグのね、超名門大学。 イエール大学にあある結社組織であります目的なんですけれども構成員同士が協力し合いアメリカで経済的社会的に成功することを目的にしているということで一見ですねあの大学の同門組織みたいなものに思えますこのロゴマークのねこのちょっとおどろおどろしいこのロゴマークなんですけれども白人によるですね 有色人種絶滅への悲願のシンボルとして、アパッチ族の宗長ジェロニモのですね、骸骨を儀式に利用したのが、このね、マークと名前の由来ということになってまして、ああいう、え、有色人種を絶滅とか言ってるけど、やめて絶滅、絶滅させるのやめてということでね、スカルボー,ンズボーンズにね、やめてというふうにね、言いたいと思います。でね、 まあこれね、いろいろ謎に包まれてる組織なんですけれども、まあ例えばね、まあちょっとさ、さまつ的なことから行きましょう。まずね、入手、入試会時にね、振り子の時計をもらえるらしいですね。振り子の時計をもらえるんだね。でね、卒業時にね、1万6000ドルもらうということで、あ あざーすって感じですね。あとね、322っていう数字をね、すごい大事にしてるんですよ。スカラボーンズはね。でね、そういった話題が例えばこうグループ内で起きたとするじゃないですか。の会員、もし会員だったらね、これボーンズマンっていうらしいんですけども、会員はその場から立ち去らなければいけないっていう、なんか暗黙のルールみたいなやつがあるらしくて、ハーバード大学とね、イエール大学のね、フットボールの試合があったらしいんですけど、こんなジョークがあります。アメリカンジョーク言いますよ、今から。イエール大学のフットボーラーたちを古典版にしたければ、試合の前に、スカラボーンズ ボーンズ322って言えばいいんだ半分ぐらいその場からいなくなるぜ <laughs> アメリカンジョークマスカルボーンズなんだか奇妙な組織ドイツのねトゥーレー協会っていうねナチスの母体があるんですけれどものアメリカ支部なんじゃないかっていう説もあってこれなんでこんな説が出たかっていうとですねあの創設者の一人である WH ・ラッセルさんっていう人がいるんですけども、まあ、その人がねドイツに留学 したんですよでその時にちょっとこのね結社のね着想を終えて帰ってきてスカルボンドを作ったというふうに言われておりまして陰謀論的にはこのねドイツ留学時にトゥーレ教会と何らかの接触があってあの支部を作ったんじゃないのかっていうふうな陰謀が あります、えー、歴代のね卒業者っていうかね、ねこの会員にはどんな人がいるかというの例えばブッシュ大統領ね、まあ他にもね歴代の CIA 長官、金融、石油といったねあの産業の中心的役割を担っている業界にも幅広くいるらしい、それから国防総省、国務省といったね国のね根幹をなすような組織にもたくさん、ね、この会員がいるというふうに言われておりますじゃあねどうやっったら入れるのってところなんです。 入る基準ってていいいうのはね実はね実明ららかにされてないらしいんですよであの本当ちょっとしか入れないらしくてだからまあ相当優秀な人が声かけられるのかなとこれ自分から入りたいって言っても入れないんでその会員からね推薦されないと入れないんでね推薦されるぐらいまあ目立ったねなんかイケメンなのか優秀なのかスポーツなのかよくわかんないですけどまあそういったところで声をかけられて入っていくのかなっていうのが大方の見方でございますでね入るときにねある儀式があるんですよこれをちょっと今からねあの言いますね これ知ってる知ってるって思いますよ、みんなね。裸になって泥の中でレスリングをする、ね。楽しそう。棺桶の中に裸で横たわって、えー、G 行為をする。うーん。棺桶はね、ちょっと変わったプレイですねで。自分の初体験、秘密を暴露して恥ずかしさをみんなと共有する、ね。なんかちょっとセラピーっぽいな。ちょっとアメリカっぽいなって思ったんですけどね。 ま、これがね、一応表向きの入会儀式でございます。じゃ、ここからね、私、おみそちゃんが独自に入手しました面白情報ぶち込みますんで、お楽しみにということでございます。実はこの儀式じゃなくて、本当の秘密の入会の儀式があります。紹介しますスカルボーンズ、秘密の入会儀式。 これね、あの、ボーグレックス大佐っていうね、軍人さんがね、の奥さんが証言しているということでね、言われておりますボーグレックス大佐っていうのは、ボーンズマンだったらしいんですけど、これね、実はね、入会儀式の時にね、同性愛のね、乱交パーティーをね、させられるらしいですよ。どうちょっと話変わってくるよね、なんかどうなのっていう。 でねこれでね、秘密の同性愛ネットワークを構築してるんじゃないのかっていう考察をされてる方がいまして、闇の陰謀対ベンジャミン・フルフォード、リチャード・コシミズというね、本ね、これ、この本ね、ぜひ参照してもらいたいので、この本に書いてました。でね、まあ他にもね、この同性愛の秘密のネットワークっていうのは、そのアメリカ国中にね、いろいろあるらしくて、例えば国防総省とか国務省とか、ホワイトハウスにまでその秘密のネットワークは広がってるらしくて、そういった、ね、同志としてね、 お互いに高め合っていくんですかねいろんな意味でなということでございまして、いかがでしょうかちょっと入りたくなくなったんじゃないむしろ入りたくなったって人もいるかもね。だけど実はね、一個ね、とんでもない入会基準がありますので、紹介します。レプティリアン。はい、皆さんね、レプティリアンってご存知ですかってことなんですけども。反トカゲ人間ですよ。これ。怖いよ、これ。これのね、 あの、遺伝子がより濃く受け継がれている人しか入れないらしい。っていうのも、これ陰謀論的には、このレプティリアンっていうのはね、世界を支配しているというふうに言われております。某ね、英国のね、人、あの、王室とかね、あの、それから、イルミナティとかもね、みんなこのレプティリアンというふうに言われておりまして、まあ、レプティリアンっていうのはですね、ちょっと、あの、解説しますね。レプティリアンはですね、竜座にある、竜座っていうのはちょっとパワーワードですね、アルファ成系からやってきた身長2メートル、 の反霊的存在でございます。PRS によって人間社会を高次元に活かさないように押しとどめて支配しているということでございます。そうなんですよ。このね、反霊的存在っていうのと押しとどめてるところがちょっとポイントでして、反霊的存在ってことは、高次元でね、よりね、高い,のぞい次元に行くと、そのレプティリアンたちは僕たちをね、貪さぼれなくなっちゃうんで、より高次元にとどめる。 低次元にどうすかちょっと閉じたくなってきたでしょうそうらしいですよ。でね、あの、テロ、気候変動、全部嘘っていう風にね、書いてる人がいまして、まあ、これもね、全部この PRS、プロブレムリアクションソリューションのね、えー、一環でありまして、人間たちをそういった混乱とかにね、押しとどめてね、負のエネルギーで充満させて、えー、高次元に行かせないようにしてると。まあ、そのレプティリアンの遺伝子を受け継いでるかどうかっていうのが、この、 スカルボーンズにに入る基準だという,ふうに言われておりますどうかなこの動画見てる人ね、まあ、大体みんなイェール大学だと思うんですけども、どうすかね僕と同じ有色人種の方はまず入れないですしね。絶滅しようとしてるから。ねあと、レプティリアンもうまあ、半分ぐらいレプティリアンの人は見てると思うんで、まあ、そういった意味ではね、あの入る基準みんな満たしてるんでね。あとはその乱行パーティーだけだね、みんなね。 あのそちらの方、頑張ってほしいなというふうに思います。はい、今日はね、スカルボーンズについてね、ちょっと語ってみましたけれども、皆さんね、どうでしたあの入会基準満たせそうですかということでね、もし満たせたよ、満たせるよって方いたらね、ぜひコメントいただいてね、もしね、あの入会できた暁には、僕がですね、あなたの元に行ってですね、すぐね、スカルボーンズとかね、3、2、2ってめっちゃ行ってですね、その場からあなたを退去させまくるというゲームをしたいと思いますんで、ぜひ私のこと呼んでくださいということでございます。えー このチャンネルはね、毎日18時に更新しております。都市伝説、陰謀論、怖い話を中心に、陰謀もりもりでですね、お送りしておりますので、ぜひですね、夕方になりましたら、おみそチャンネルをアクセスいただいて、あなたの都市伝説欲、陰謀欲、怖い話欲を満たしていただければと思っております。それでは皆さんまた明日の動画でお会いしましょう。バイビー